暗くやっても楽しくないですし、同じ時間を練習するんだったら気持ちを高めてやる方が自分を成長させてくれる。神様を願いという前に、やれることはやり尽くしてピッチに立ちます。今も昔もただ上手くなりたいだけなんですよ。自分のイメージしているこうなりたいという姿に近づきたいんです。行かないところへ行く、走れないところまで走る、それをやめたら僕の価値なんてないんです。だからそれを続けていくのが使命なんです。僕みたいなベテランが一生懸命やっていれば若手はサボれないし、それだけでもう利用価値があるわけです。お金をもらっているわけですから、チームにどれだけ還元できるかですよ。僕は下手なプレイヤーで幸せでした。下手なことが悔しい。試合後になんであのプレーができなかったのかなと反省点が出てイラついて眠れません。でもその気持ちが成長の活力になる。僕にスランプはない。あれは一流の選手がなるもの。得点できないのはただ未熟なだけ。スランプといえば逃げることになる。だからまず自分の力がないと認める。負けず嫌いな性格は子供の頃から。年齢に屈するのも嫌ですし、特に若手には負けたくない。年齢を意識したくない。40という数字に寄りかかるような自分がいるのは悔しい。40歳、それは40年生きてきた現れではあるけれど、一般常識にはめ込みたくないなという気持ちはある。ここで終わるのが一番綺麗な終わり方だと思う。ただまだやりたいという気持ち、情熱が僕の中に残っているので、プレイヤーを続けたいと思っています。今までプレーしてきて嬉しかったこと、それはワールドカップフランス大会予選のピッチに立てたこと、そして本大会につながったこと。悔しかったことは、そこで自分が何も表現できなかったこと。僕にとってワールドカップはもう D カップや E カップなんて問題じゃない大きさです。 W カップですからね。 Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live.